室内で帽子の可愛いからした。したまま、したままでショールームしてみた。なりちゃん可愛いフラペチーノさんパチパチ、キサシさん可愛いありがとう。こんばんは。珍しいじゃろ。おにぎりわかる、食べたい。でもさっきご飯食べちゃった。帽子可愛いから室内でもするって。ハゲてない、ハゲ隠しじゃない。ケンチペーラさん結婚してごめんなさい。あと外巻きなんです、珍しい。最近外巻きハマってるの。珍しい。吉崎さん、風の神さんめっちゃ可愛い、ありがとう。安江さんパチパチ、にゃにゃにゃのにゃさん花火ありがとう。配信もう最近眠くて配信早くなりそう。もう眠い、もうおばあちゃん生活してるんです最近。眠くてお風呂早く入りたいから早く配信する。今日ちょっと、今日なんかちょっと、あ、今日なんか今日コンディションいいわって思ったけん配信した。りょうさんかわいい10個ありがとう。いっちゃんパチパチ、けんちゃんかわいいありがとう。パリアンゴさん、せいじゅさんかわいいありがとう。アイス山口県にね、ある。かずのしんさん、なにこれ、一番星ありがとう。風呂入るようになったんだねって、はい、もともと入ってる。夏のポポさんかわいいありがとう。そう、でもレッスンが本格的に始まったら多分また10時11時とかに多分どうせなる。釣りけんさんお疲れ、大地さんかわいいありがとう。夏こそお風呂ちょっと気持ち悪くて。さゆっちょさん花火、シャルゴさん綺麗ありがとう。え、ね、なんかさ、え、聞いて、なんかさ、私さ、なんかお話し会でなんかサマステ出るね、私3人3 4人ぐらい、私覚えてるよ、4人ぐらいになんかりんこちゃんサマステ行くねって言われて、え、ありがとう、え、来るのって言われて、でなんか選抜、え、なんかでも選抜はねちょっとまた入れんかったけどって、だから、え、で私が、え、アットデムってメンバー発表されてるっけって言ったら、あ、されてるされてるって4人ぐらいに言われたんじゃけん、私はその4人に対して、え、私アットデムは選抜も PR もどっちも出るよって言っちゃったの。嘘ついたな。ヤーフィンさん、天使のヌグさん、キラキラありがとう。覚えてるよ、私4人の人、嘘つくなや。え、されてるされてるされてるって言うから、だから私言っちゃったよ、私、え、あの、アットジャムはどっちとも出るからねーって言っちゃったし。言っちゃったし。私、え、知らんかった。もうメンバー発表されてるかと思ってたら、今日メンバー発表されてて、え、あれあれってなっちゃった。だから私、もうされてると思っても言っちゃったよ。直接お話が行くのね。あ、よろしく。巨匠しのりさんキラキラ、深みのりさんかわいい、やすえさんキラキラ10個ありがとう。今日そう、アットジャムは2日間出演します、横浜アリーナです。セタさんが、あー嬉しい、最高。ゆうぞうさんとんといありがとう。あ、説教だ。初めまして、初めましてしましょう。休み取った、ありがとう、嬉しい。エクボ見せない、あ、やった、奇跡じゃん、嬉しい嬉しい。横浜26、27、28がヒロヘスさんです。アットジャム初めてです、多分だったよね。だよね。そうそうそう、でももうメンタルが、え、スタハメかわいい、嬉しい。え、ちょっと髪の毛切ってからスタハメに目覚めたかもしれん。え、ちょ、いつかやろうかな、公園で。横浜アリーナね、めっちゃ大きいらしい、あんまりね、いや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 。
もうメンタルが弱々だから、そんな他のアイドルさんに声かけられるかしら私。セタ投げるありがとう。横浜アリーナ収容人数がなんか調べたら1万何人とかでした。そうそうそう、カズノシンさん綺麗10個ありがとう。あれ去年ってそうかいね。もう今までフェスにいっぱい出てきたから、どれが出てどれが出てないかちょっと記憶が曖昧すぎて。エシレボイさんかわいい、ありがとう。そうらしい、横浜アリーナ1万何人だって。すごいすごい、私が今まで立つステージで一番大きいかもしれない。だってグリアリも私結局なんかリハーサル、グリアリだから、グリアリをまず見てないから、今まで一番立った大きいステージがあれなんですよ、なんだっけ、サンプラザ、サンプラザホールなんですよ多分。だよね、わからん。だからちょっと緊張しするわ。ミシルモイさん、レインボースターありがとう。仕事なのだが休んで、あ、休んでください、むしろ休みましょう。頑張るわ。一番たばき、そう、ミシルモイさん、ペンライトありがとう。お出かけ別に。大したことはしてない。レッスンはなんかちょこちょこあるっていう感じで、まだ生誕祭に向けてのレッスンはまだ始まってないかな。確かにありがとう。帽子、え、でも楽しみ、え、だって2ヶ月ぶりぐらいなんですよ、踊るということが。踊るということが、みんなの前で踊るということが、多分アットジャムで2ヶ月ぶりぐらいだから、え、でも楽しみかもしれん、緊張よりも。仕事、あ、ありがとう、いっちゃん、イエスタ、ありがとう。 T シャツデザイン出してない。出してない。リンコのベレー帽可愛すぎたわ。いや、これベレー帽じゃないね、これキャスケット。ありがとう。誰誰出た、君か。浮気してたくせに。これベレー帽じゃない、これキャスケットね。ありがとう、君か、ありがとう。浮気してたくせに、私が知らないとでも思ってたの。で、いや、違う、なんか出すタイミング逃しちゃって、出してない、出さなきゃ。でもデザインはもう完璧、完璧っていうか、ゆさゆさ、うん、あでもう絶対そう、絶対そう、間に合うから、もういい、なんかもういいやと思って。いや、でも出します、出します、次のレッスンで出す、多分。ブレーボーとキャスケットの違い、え、なんじゃろう。ブレーブはなんかこのやつ、なんかこれが、これキャスケット。あ、メモありがとう。タワーのお礼を私書き始めました、タワーのお礼するわ。ブレーいいよ。許す。さあ当日販売するかもしれん、そう、絶対可能性限りなく低いけどね。でもさ、キャスケットしたらさ、なんかさあの週刊誌に撮られるアイドル感出て好きなんですよね。なんかさ、ベレー帽はベレー帽でさ、なんかめちゃめちゃなんかアイドルって感じで可愛いけどさ、なんかこのキャスケットしたらさ、なんか文春に撮られてそうなアイドルみたいな感じ、雰囲気がしてちょっと好き。だけど最近キャスケット結構かぶる。いや、撮られたくはないけど。ちょっとね。ベレー帽はなんか衣装であって可愛いけど、キャスケットは
なんかそんな感じがして、なんか可愛いから使う。そうよ、最近キャスケットめっちゃ買ってる、お金ないのに。アイドルキャスケットかぶりがちよね、可愛いもん。なんかだって一気にアイドル感出るもん。そうそう、あとそれとマスクとメガネしたらもう完璧。そう。まあ、取られることはないけど。スクープ楽しみにしておきます。意味深だ。キッチンさんハートありがとう、信じてる。はい。タワーのお礼します。はい、じゃあまずこの人、やすべえさん。りんこちゃんと取られ、いやあなたとは取られたくないかな。だからこれはさっきいたからいるかな、やすべえさん。取られるかな。じゃけんいつか取られるかもしれんからキャスケットを集める。手数すごー、競馬のおじさん、競馬のおじさん。ちょっと私若いからわかんないな。あ、いた。エスエさんは10万円タワーだなので60行書きました。60行書きました。長いけど読みます。作文書きました。久しぶりに作文を書きました。読みます。小説を書きました。読みますね。じゃあまず1枚目、ちょっと長いけど読みます。あ、やすべアットマーク、リンコが元気なら僕だって、え、間違え、10万円タワーありがとう。うん、まず間違えるって何って感じだし、そもそもショールームに10万円のポイントが入ってるのがすごいんよ、どういうこっちゃ。でもこの前の話がめちゃくちゃタイミングよかった、よかった。リンコもやすべ選抜に入りましたか。やすべもリンコのことを心配して、リンコもやすべのことを心配するというお互い心配し合ってたよね。まあでも2人とも元気でよかったってことで、確かリアル話しかいいクールんよね。2枚目、そう、間違え、マップル正直来ると思わんかったっけ、嬉しかったよね、音沙汰しないようで安心しました。見守り隊としてこれからもよろしく。やすべは DD でも許されるという謎の存在じゃけんね、 DD も許されるポタクっていうのはよほど DD を貫かんと許されんけんね。ぜひやすべは貴重な存在。そういえばこの前のお話し会では時間なくて触れられんかったけど、ダンボールの上にボードをかけとるの笑った。相変わらずすごい量じゃった汗。なんか前にもお話し会で見たことあるような気がするけど。3枚目。なんか、え、あと確か生誕祭も来てくれるんかいね。確かやすべがおる公園久々というか、そもそもりんこ自体が公園久しぶりなんじゃけどね。確かやすべとは出会って2年とかだったような気がするけど、やすべがりんこを押してなかった時、ゆきりかのショールームでいつも1位の人っていうイメージがあって、そんでいつかのカラオケ配信の時にやすべが初めてタワー投げてきて、ついにやすべがリンクを押し始めたのかとなったのを覚えとる。やすべさん有名だったけんね、嬉しかったよね。そこからまさか4枚目。やすべ選抜に入るなんて人生何があるかわからんもんなんじゃな、かっこ大げさ。リンクはやすべの職業知っとるけど、その職業の人ってすごく賢いイメージあったんだけど、こんなバカな私でもいつも明るく接してくれてありがとう。お互い体には気をつけて頑張ろうね。見守りたいって言ってもリンコに関してはオタクでよろしく。リンコより2022年の8月16日ありがとう。長い。長い。すごいじゃろ。ありがとうございます。すごくない？記憶を掘り起こして60行書きました。ありがとう。見えるかね？ありがとうございます。ラブレター論文、もう卒業論文みたいな。
ありがとうございます。更新所？何それ？はい。だってって言ってもな、差別はできんからな。今までだってね、今までさーって今まで帰ってきたから帰ってるよね。あ、違う。そう、ノンフィクションのやばい、みんなが卒業っていう言葉にすごい敏感になってる。やばい、大学の卒論みたいだねって言ったつもりだったのに、すごいやばい。会ったことなくて初見でタワー投げたらなんて書くのが気になる。なんか頑張ってね、頑張って書くよ。頑張って、なんか多分そうだろうなーっていう感じで書く。やばい、敏感だ。やばい、敏感になってる。あ、やばいやばい。やめてやめて、生誕祭に卒業発表なくせんから。じゃあ次、タイタンさん読みます。タイタンアットマーク、リンコのパワーで目指せ優勝。木体ありがとうと、木体ありがとうと、あ、エスエスありがとう、10個ありがとう。こちらこそ、僕たありがとう、タワーありがとう、いつの僕たいやって感じだけど、多分3月とかタイタンがリンコのこと見つけてくれてからいっぱい僕たい見に来てくれよったよね。お話し会で、ね、タワーのお礼いつでもいいよって言ってくれてありがとう。優しいタイタンに感謝、リンコより。また公園で会おうね、2022年夏休みの16日。ありがとう。あ、なんか僕たいありがとう、あれなんかあれ時止まってる。ありがとう。牛ポーズ。ありがとうございます。これは木体って言っても多分4月の木体のことです。だからもう4ヶ月前ぐらいの木体。私だけ時が止まってる。ありがとうございます。メスボーイさんキラキラありがとう。これは牛のなんかこれのポーズ。やばい、明日も5時から大変、頑張って。でも割となんか順調にかけてるよ、タワーの。でじゃあタワーの呼び出し、次の呼び出ししますね。次はミーさん、マラーさん、ルシエルさん、ナオさんです。来てください。来てください。花輪です。やばい。絶対もう終わらせたい。マモアク、あ、マモアク言うわ。マモアクはミーさん、マーラーさん、ツノさん、ルシエルさん、ナンさん、クモハさん、タクノギさん、ユーゾータメさん、カピさん、ルシエルさん、2つある。つのさま、OKP さんかね、複数ある人含み。やばいね、もうマッハでタワーの俺終わらせるよ。今ね確かね、なんだろうこれ、なんじゃろうこれ、おうち公園タワーとか書いてあるからね、これはね、なんかね、多分ねPR 舞台に入るためにおうち公演してた時の時代に建ててくれたタワーの俺を今してる。いつの。終わらせます。懐かしい。分からん、私も分からん。公演デビューいつですか？公演デビューいつですか？公演デビュー花だれ9月の11日です。かな、多分。あれ、あ、合ってるよね、合ってる。そんな前のやつ懐かしい。3ヶ月前ぐらい頑張ってた時期懐かしい。死にそうになりながらやってた時期だから、4月ぐらいのやつをやってる。
って大丈夫だと思う。すごい懐かしいわ。多分4、5月わかんないわかんない、もうだってこんなにあるんだもん、もうどうもわかんない、ギター弾きそう。嘘、わかんないよね、だってもうこれなんかこれしか裏表あるかもわかんないよね。懐かしい、セーラー服のさ、セーラー服でお腹丸見えだった時代。あれ振り覚えるなあ、あ大変大変じゃわ、大変じゃ。そう、いやいや書きます書きます。あ、僕隊デビューだっけ、懐かしいね。セラ服系もうないね、もうコスプレしたくないもん。なんかお話し会でコスプレするのやめたい、もうやりたくない。なんかコスプレコスプレだって、コスプレしたら荷物増えるもん。ミシェルボーイさんハートありがとう、やだな、やだやだ。何はアホアホ。はい、頑張ります。いやだコスプレだってさ、もうなんかコスプレだってやだ。ポーズ考え、分かった、やって、私話し会あと何の日あったっけ、残りあと話し会あと4回ぐらいで、お話し会早いね。話し、どうひろしさんアイスありがとう。そうコスプレ着て移動しとんよいつもね、でももう変な目で見られるからもうすごい心が毎回痛いの、だってお話し変わった後その服のコスプレのままコンビニとか行くとすごい変な目で見られるから心が痛いんですよ。あと何の日かいね、話し会、もうあなたコスプレないもん、もう特別な二十歳の誕生日祝ってくれと、これからもよろしくねの日と、あと浴衣の日だもん、振り替えで。おお。荷物増えるのやだからいつもそのコンビニ行っちゃう。毎日がエブリでコスプレと思えば、え。あ、さすがにカチューシャ外…でもあれはワンピースだけだったらいけるもん。そう、変な目で見る方は自分の…え、でも今月…ん？今週のリアルお話し会は…あ、今月のね、リアルお話し会はね、ちょっと大人っぽい浴衣にしてみたんだ、楽しみにしといてね、来る人。いや、もうお話し会慣れたもん、もうさすがになんか…いっちゃんギフトありがとう。そう、冬だったらさコート着れるんじゃけどさ、夏だったら着れんから、なんかねすーちょっと大人目で行こうと思って、ちょもう私大人になろうと思って、そうなんかちょっと最近そう選べるんじゃけど、なんか最近浴衣、ここ最近着てた浴衣がなんか結構パステル系の浴衣だったんですよ、なんかピンクとか黄色とか、だからちょっと大人めの浴衣にしてみた。入ってた、え、おいで。ちょっともう大人っぽく行こうと思って大人めな感じにしていたよ。謝ります、次来てくれたらいいよ。さあ髪型ってさ、でもメイクさんやってくれるんかな。ツイート、でもツイッターさ、自分のツイッターもモチコツイッターに変えようかな。
もちこの写真しか撮ってないからさ、最近さもう自分の公式ツイッター勝手にもちこもちこって変えようかな。もう写真も全部もちこにして。カンノシーさんキラキラありがとう。もちこアカウント欲しいって最近思い始め、最近思い始めた。そう、犬、そう犬が欲しい。もちこ公式にしたい。もう勝手にしよっかな。もう絶対怒られるけど。言われる。小言どころじゃない。大言言われちゃう。やりたい。もちこはね、絶対ね、バズると思うんだよね。そうそうそう。私よりもバズると思うんだよね。できるとね、どうしたらいいですか？無理やり撮る。犬アカウント欲しい。犬系なにでバズりそう。そうそうそう。家族、インコのやりたい。もちこ、もちこのアカウント欲しい。けど私 SNS とかあんまなんかめんどくさが嫌だから、更新頻度めっちゃ低そうだけど。やりたい。めっちゃ可愛いよ、もちこ。このメールで送ったか、この前メールで送ったもちこがちょっと可愛すぎて、もうこれ絶対ツイッター載せたらバズるわってママと言い合った。え、これこれバリ可愛くない？あ、久しぶり。これ可愛くない？あ、でもこれ、これじゃん伝わらん、これじゃん伝わらん。これメールに送ったと思う多分。あやんかんちゃんキラキラありがとう、久しぶり。可愛くない？え、もうこれじゃ伝わらん。もう写真見ていただかないと。でも絶対バズるもん。可愛い。可愛いじゃろ。これはね、絶対シーズー界隈には刺さるんよ。私はわかる。シーズー、今までシーズー、今まで3匹ちゃん買ってきた私、このシーズーのプロなんで、もうもう、お、見た、これも昨日見て、川で泳いだもちこ、かわいい。もうシーズー界隈のプロなんで私、もう自分のプロデュースよりももちのプロデュースの方が上手。かわいいじゃろ。ひーちゃんキラキラありがとう。いちご畑のやつ、あれも飽きられてた。なんか悲しいよ。なんか2000円ぐらいのおもちゃよりも、もうなんかホームセンターで買った300円ぐらいのおもちゃの方がもうちょっと気に入っとんの。悲しい。え、じゃろ？バズるじゃろ？絶対バズる。自分もね、待ち受けもちこ、 LINE のアイコンもホーム画面ももちこ、全部もちこ。あ、でもこれはもう幸運と。ゆうきさん、いっちゃんリンボースターありがとう。え、別アカウントが欲しいんですよ。別アカウントが欲しい。別アカウント欲しいから、勝手に自分のアカウントをもちこアカウントに変えたい。え、もうね、ずっと写真撮ってる。私自分の写真よりもちこの方の写真の方が多いけんさ。変えたい。変えたい。てかもう、私が、もう私がいっそもちこになって、なった方が、もうすぐセンターになれるよね。もう勝手に変えようかな。ミシルボイさん、ハート、ありがとう。スペサポ、あー、懐かしい。懐かしい。あげなきゃ。もういっそ私がもちこになればすぐセンターになれるのに。昇格ツアー懐かしい。もちこは別に踊れんでも、もうステージにもただ突っ立ってるだけで可愛いから許されるんですよ。
私がただただに踊れずにステージに突っ立っとったらただ単に叩かれるだけだけど。ブンゴさんキラキラありがとう。ちょっとリップタ。ああ！もうやだー。あ待ってやばい。今短パンなんです。今短パンなんです。ちょっと待って。ちょっとベニ取ってくるベニ。やばい。あーもういいや。もうこうしとく。もう絶対落ちる。なんか変なのつったらやだないだやめてやめて後でチェックせんで。やだ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 やめて録画線で最悪じゃん。まあ、いっか。幸運とゆうきさんリンボースターありがとう。やだな意地悪ご。やだもうやだもうマジもうマジ YouTube だけはやだめちゃきのくさリブしてありがとう。もう YouTube だけはやだもう YouTube にまとめられもうやだもうやだえシャッターサイトも応募マナなんですか知らんかったやだちょっとやだちょっと鼻下アングル NG なんです。もうやめていただきたい嫌です。その YouTube だけはトラウマでやめてあまだなんかもうてっきり応募あそうな応募あれ応募されたらもんかと思いよった。やだなちょっともう制作アイドルの夢まだ諦めてないんよ。もう二十歳からそう制作アイドルになるって決めたから、だからもう今のキャラはもう言うたあとちょっとだけよインドネシアのハンあチャルマッカシー今頑張って練習しとんよ。実は今標準語を練習してるんですよ。また私はいそうです。私はもう今ちょっと東京に憧れを抱いててちょっともう最近東京の女になりたくて、ちょっともうそういえば二十歳から東京の女になろうかなって思って、と今広島弁をちょっとなくそうと思っていまして、実は加藤先生綺麗だねありがとうちょっともうとそうそうそうもうなんかちょっと綺麗な女性になりたいと思いまして、そうなんです、もうキラキラ女子になりたくてはいだから今あの標準語を練習しているんですよね慣れます慣れます。でも無理、普通に考えてさ東京行くのにさ往復4万円かかるんですよ。無理じゃない、もう東京行きたいなってさ思ってもさ4万円かかるんだよ。無理無理
4万円あったらさ、いろんなことできるもん。無理じゃわ。あ、無理じゃ、無理ですわ。え、でも広島も好きなんだよね。え、や、夜行バスどれぐらいなんじゃない？え、どれぐらいなんですかね。東京遠い。え、無理無理無理。4万円は無理。早割り早割り。なんか夜行バス乗ったことないんですけど、え、そうバチバチ、あば、あのめちゃめあの何すごく疲れると聞いて大変大変。無理してないもん。水着の話ないん？私水着の話するキャラじゃないんですけど。夜行バスしんどそう。え、しんどいって聞く。だから、え、しかも私腰が悪いんですよね。腰が悪いんですよね。だからちょっとバスはきついかなと思いまして。でもなぁ、え、4万円はなぁ、ちょっとなぁ、ちょっと無理だわ。だから、いつもさ、東京とかの派の人すんごいなぁっていつも思う。すごいんだね、みんな。飛行機ね、飛行機ね。ははは。コバスでも、え、今度なんかどっか行くときはコバス乗ってみようかなって思う。そうそう、ママチャリ、ママチャリ、ママチャリで東京行くの。飛行機7000円、安っ。飛行機ってそんあれ、あのなんか安い飛行機使えば東京で、え、東京でなんか何しようかな。別に言っても、え、なんかすることないけど。何しよう。なんか東京の空気吸って帰ろうと思って。そう、広島空港は遠いんですよ。めっちゃ市内から離れてるから結構不便。正直福岡空港、博多空港ってなんかすごい便利、便利って聞く。でもね、この前サラペと東京で遊んだ時にさ、なんか、え、何、渋谷か原宿か忘れた、渋谷、あ、どっち、あ、新大久保か、新大久保でなんか K-POP アイドルの人になんかビラもらって、もうめっちゃもうなんか、え、かわいいってなってちょっと行ってみたいんですよね。4万円の空気。そう、広島空港まで時間かかるんよ。肌羽根かわいいわい。ねいやねいや、何弁。え、き、いった、もうかわいいんですけど、でももうグループ名忘れちゃった。え、かわいいからちょっと行きたいなって思ったんですけど、ちょっともらったビラどっかにやっちゃって、ちょっと今頑張って思い出そうとしてるんです。でもめっちゃ可愛かったんですよ。そう、新大久保 K-POP 聞くの、え、なんか TikTok ですごい流れてくるからそれで聞いてる。あとメンバーの影響でたまに聞く。スカも行きたい、スカも行きたい。そうそうそう、STU のビラ勝手にバリ怒られる。え、してたんよ、これもらったん。そう、なんじゃろう、え、でも原宿でクレープとか、原宿でクレープとか食べたい。古い古いは何があるんかな、原宿って。何、今何が流行ったん、何が流行ってるんですかね、何が流行ってるの。あ、古い、わからんわからん、あと何、何じゃろ、何ですかね、あと、あ、タピオカ、え、タピオカ古いじゃろ、タピオカだったらクレープじゃろ、え、そう、え、わからん。あ、ミニストップはね絶対行く。タピオカ、浅
草行ったことないし、スカイツリー見たことない。バナナジュースが入ってんの？ぜ、何それ。え、違うの。でサバ、私が原宿、あ渋谷行った時は、あれハチ公ってどこ？ハチ公って何？ハチ公って何ですか？ハチ公って原宿？あ、渋谷？渋谷とか人口密度がねすごかった。本通りの10倍いた。ドーナツでも4万円なんだもん。さすがに高い、遠いよ。だから私は本通り。アリゴメ食べた？あれ美味しい。だから私は本通り。めっちゃそう、なんか YouTuber おった、なんか段ボールに拾ってくださいって書いて YouTube 撮影してた人がいた。全然誰か分からんかったけど、あ、すごい YouTuber だってなった。でもなんか本通りでもたまに YouTuber に話しかけられるよ。なんか2回ぐらい YouTuber に話しかけられたもん、本通りでも。なんかでもなんかよく分からん人だったけど、なんか東京の YouTuber はね、なんか拾ってくださいっていう段ボールに入ってた。岡山公演私出ない。私は11日が初日です。疲れ。それだけ私はもう本通りの女になる。あいちゃんハートありがとう。なんかね、本通り YouTuber おるよ割と。なんか名前つけてくださいって言われたけど、なんかね、え、まあ一応事務所の、あの、すみません、一応事務所を所属してるんで、ちょっと言っといた。え、誰だっけ？で、メンバーとの誰かとね、歩いて、誰だっけ？誰かと歩いててね、なんか、顔写していいですかって言ったけど、まあ、一応事務所に入ってるんで。ちょっと言った。言ったら、なんか、あ、すみませんって言って去ってった。そう、事務所通してくださいって言った。一応ミシドリさんハートありがとう。いや一応ね、あの株式会社シティス所属なんで。でも本当に全然詳しくないや、全然そんな言うほどいかん。そう、ちょっと事務所入ってるんで。ちょっとかもしれない。え、聞かれんかった。その時は、え、でも結構前の話、1年前ぐらいの話。カズノシンさん、かわいい。ありがとう。そう。でもあれよね。いつかさ、私がお店とか開いたらさ、ファンリンコだらけになって結構儲かりそうだなとは思うけど。でもその前にお店を開くための準備のやり方がわかんないから、やらないけど。え、あのお店、え、何のお店しよう。ジュース屋さん。え、だってなんか確かに私が店開いたらちょっとファンリンクいっぱい絶対来るからちょっと儲かるわとか一瞬思うけど。でも開店準備の仕方わからんからやらん。開店資金何やろう。そう、まず開店資金貯めれん私。もう日々、もう二十歳だからさ、やっぱ老後の不安がさ最近大きいんですよね。おにぎり、ありあ、いいじゃん、私の特製おにぎり。
そかマダムバーとかもう帰りそう、あのマダムバーのママで多分最初だけ来てそう途中で誰も来なくなってすぐ閉店するどうもがそうでしょそう私の手作り小町昆布1個500円高い500円って何1個550円ぐらいアイドルが握った小町昆布あ元アイドルが握った小町昆布1個550円で売ろうと高お高めでメニュー小町昆布だけ高っこれ結構するおにぎりって1個でもコンビニとかだって100円ぐらいじゃもんねあやばいやばいでも元アイドルが握ったまあこっちたら水500円なんで水より安いのでやばいねえでもさメイドカフェとかちょっと憧れるんですよね。まあやらんけど。え、メイドカフェとかなんかちょっと憧れるんですよね。え、ちょっとやってみたいんですよね。だって仕事でさ、かわいい。やっぱ、もうだってもう一回アイドル やったらさ、多分さ、アイドルのかわいい衣装を着てお仕事してるからさ、だからやっぱかわいい衣装着たいってなりそうだからさ、ちょっとメイドカフェとかちょっと憧れるんですよね。え？あいつなんかキュンキュンするの。飲んできん？もいもいキュンできん？そう。え、で、多分、ファンリンコがいっぱい来るから、だから多分絶対ナンバーワンメイド女？メイド、何？メイド嬢になれる。どうさん、ハート、ありがとう。みんなのファンリンコどうせいっぱい集まってくるから、ナンバーワンにすぐなれるわ。メイドカフェのえなんか可愛いのがいいな。な当たり前じゃん。やっぱナンバーワン狙わないと。やだやだ。いや今は練習せんでいい。とかもうやらんし。向いてない。無理。もいもい剣できん。え無理え無理え無理普通に無理。だって無理だ。だって今まで。こんなお話し会とかでなんか話しよった人にご主人様とか言えない言えない。そんなの無理。絶対てめえとか言っちゃって絶対クビになる。向いてないわ向いてない私絶対向いてない。ひろとさんかわいい。ありがとう。なし会でやりませんやりませんすぐクビになっちゃう。私かのしんさんかわいい。ありがとう。いや絶対ファンリンコ来そうなんだもん。だって絶対来そうなんだもん。私がね多分ね何だろうね。私がね多分ね何かしらバイトかなんかして店でしたらね絶対ファンリンコ来るじゃろっていつも思うわ。まあやらんけど絶対来るじゃろ。絶対来るもん。あと私もう私は多分何も言わんけど絶対なんか噂して絶対来るもん。うわ来たってなりそう。うわ来た。いやまた来た。また来たってなりそう。いやだやだやだ。アルホットさん結婚して10個ごめんなさい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 。あまた来た。あまた来たってなりそう。えなんでまた来るん。うわえなんかえなんかえなんかアクリルスタンドビールに入れてる。ええー、ってなりそう。え絶対来るもん絶対来るもん。広島のお店とかでバイトしたら絶対すぐバレる。広島はねバイトね狭いからすぐバレる。
話しか、いやうわいや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 え、なんでなんか、え、なんか、え、あの人、え、あの人〇〇さんじゃ、え、なんでいいのってなりそう。博多でバイトして、それあなたが来たいためじゃん。シルバイさん、ハートありがとう。ビールの上なんでいいのってなりそう。あ、そうだね、博多ならバレ、広島だったらバレる、バレそう。東京はでもバレんかな。武蔵のおむすび。バイトでもなんか居酒屋のバイトして、なんか居酒屋のバイトして、なんか元アイドルの子がいるんすよってなって、ちょっとサラリーマンさんたちの間でちょっと看板娘になってみたさはあるんですよね。なんかさ、いや、なんか店長が常連のサラリーマンの人に、なんか、最近なんかちょっと元アイドルの子が入ってきてってなんかちょっと言って、なんか可愛がられてちょっとお菓子もらうまでにはなりたいんですよね。そう、広島のどっかの居酒屋さんで、でいつも退勤前にお菓子を可愛がられてちょっといただくっていう、なりたいんですよ。お菓子がいい。え、自分ね、高校生の時ね、バイトしてた時にね、おじさんにね、毎日じゃがりこもらってたの。可愛がられてたから。お菓子がいい。お菓子だよ、くもん。そう。ねえ。なんか担当決めたいな。じゃあ、あなたはチョコ担当。あなたはハイチュウ担当。あなたは何、じゃがいもお菓子系担当みたいな。お菓子をあわよくばお菓子をいただきたいっていう作戦。でもじゃがりこね、最近食べてないんだよね。あ、知っとる、その焼肉屋さん。なんか元 AKB の人の AKB さんの人が経営してる焼肉屋さん、知ってる。前ね調べた。やめて、隠語とかやめて。やめて。じゃがりこ担当、チョコ系担当みたいな。そう、岩さん、そこなんかなんだっけ、なんか SNS でその存在を知って調べたことがあった。でも東京家賃はやっぱ私は広島なんだな。だって東京家賃高いから。やっぱ私は広島の女なんだな。広島の女なんだな。そうだね、東京多分馴染めないね私。くまたかさん、ハートありがとう。でも普通に東京は旅行で行ってみたい。やっぱ私は広島の女だね。すぐ結婚、まあね、この中の誰かから、誰かに雇ってもらう。やっと養ってもらう。そうだね、東京は家賃が高いっていうイメージがめっちゃある。そう、てかまずもうなんか一人暮らししようとか最近一個も考えてないもん。広島の女。そうだ、この中の誰かに養ってもらおう。養ってもらおう。
そう、一人暮らしだって向いてないもん。もうだって初期費用だけですごいかかるじゃん。ちょっとソフト派手にしとる。誰かに養ってもらおう。誰にしようかな。やばい。嘘よ。やばい、これ冗談よ。やばい、本気で捉えられて、なんかやばい、本気で捉えられてすごい、なんか書かれたらどうしよう。やばい、めちゃ嘘ですよ。冗談だよ。やばいやばい、どうしよう、本気で捉えられたらどうしよう。嘘だよ。やばい、なんかまた気に捉えちゃう、やだ。演じされた。もう怖い怖い、もうもう変なところ、ここだけだって、ファンの誰かに養ってもらおうとか、もうここだけ切り抜かれたらもう最悪じゃん。なんかただの最悪な最悪な切り取られ方しちゃう。部屋が汚くなるからな、まあそれは。それはそう。やばい、え、やめてやめて。やばいやばい、ファンタジーとして、あー、期待だけ持たしとくタイプ。いや、ちょっと私そういうことできないから、まあまあ無理なことは無理って言っとこう。編集点、編集点やめて、怒られちゃう。そうよ、やばいわ。え、だってあとなんか、だってなんか成績諦めてないんですとか言ったらさ、なんかだってまだ諦めてないのとか言ってくるから。え、なの、だ黙れば清楚系だもん。黙れば清楚系だもん。ほら。ほら。あ。黙れ、黙れば清楚系だもん。なんか喋らんかったら、喋らん方がいいかな。私、ショールームで喋らない方がもっと人気出るかな。なるほど。もう喋らない方がいいかもしれない。なんか TikTok で喋らん系の人、なんかそんな感じなら、なんかこんなみたいな、なんか やっとる人がこの前 TikTok ライブしとった、なんかそういう人なのかな。そっちの方が人気出るかもしれん。喋らん方がいけるかな。喋らん方がいいかもしれない。かゆっ。ちょ、やばい、巻き。もう巻きとか言おう。巻きとか言う悩めたい。え、もうなんか本当に、なんか本当にマジで高校生ぐらいになんか戻って、もうなんか本当にすごい可愛い、何、もうなんか3期生オーディション受け直して、もうなんかすごい可愛い子が入ってきたみたいな、もうそんな感じに なりたかったんですよ本当は。マラさん、コバありがとう。そんな感じになりたかったんですよ。なんかわかる、なんかさ、本当はなんかもう逸材みたいな、なんかもうめっちゃかわいい子、なんかおとなしくて可愛い子が入ってきたみたいな、なりたかったんです。そう、なんかミスっちゃった。なんかミスっちゃった。だから今からやり直す。
ミシェルボイさん、ハートありがとう。そうそう、なんかそう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 、いきなりそういきなりいきなりサブツみたいな感じになりたかったのに、なんかミスったなんかミスったなんかとちっちゃったなんか気づいたらこんな風になっちゃってた今のリンクが、あ、ありがとうえ、でもまだ間に合って、まだ二十歳、されど二十歳、まだ二十歳だもんいや、まだ二十歳よ。人生100年時代あと80年、まあ100歳までアイドルするわけじゃないけどモムラさん、ハートありがとう。まだいける、まだされど二十歳、されど二十歳、たかがされど、うん二十歳あと80年あと80年きっと考えればそれの二十歳顔出しせずにオーディション受かる、でもさ、ショールーム審査ある場合はさ、やっぱ顔出し配信した方がさ、やっぱ有利だと思うんですよねとは思ったそう、よもや二十歳そう、そんな感じになりたかったんですけどね、なんか気づいたらこんなっちゃってたでもあえて顔出しせずに、もう声めっちゃ可愛く作ってなんかやるっていうのもありかもしれんな何の話これ何の話私は誰にアドバイスしているんでしょうかそういいよね、ラジオ配信で合格する人は本当にすごいなと思う。私はね、ダメですね。私は多分顔出ししてなかったら絶対受かってなかったと思う。だってまず投票だったんだもん。私だって投票だったからさ、まずだって投票だったんですよ。私ファンの人の投票でなんかメンバー決めるみたいな感じだったから、もうショールーム審査にかかってたんですよ、ぶっちゃけ。そうだからやっぱりさ、顔出ししないとさ、なかなか難しいよね私は誰にアドバイスしてる将来3期生受けるかもしれ、見てるかもしれないそこのあなたにアドバイスしてるそう、2期生のオーディション形式で言ったらやっぱり顔出しした方がやっぱいいよねっていう本当に、いやまあ別にいいんですよまあいつかまた会ったら投票してくれればえー、今NNB さん募集してんの、ちょっと応募してみようかな無理あ、受ける、ぜひぜひ、あるぜひぜひ行きましょう、私のレッスンの様子が間近で見れるよボーシー投票、いや意味わからんし私は兼任希望ですって書いとこうかなそう、絶対怒られるよね、絶対ダンスついていけない、絶対ダンスついていけない自信があるはあ、一緒に、あ、受けるのやる、あなた受けるの、
変に、でも大変大変だわ。だって STU の既存曲覚えるだけですごい必死だったのにさ、もし兼任したらそのもう一つのグループのさ曲をもう覚えないといけないからバリ大変でもなんかさ久しぶりにさなんかさ最近ここ数ヶ月さなんかもうだって他のグループのさグループさんのさ曲を最近やってないからちょっと久しぶりにやりたいかもしれない。最近やってなくない？最近なんか STU の曲ばっかりやってるからちょっと久しぶりに違うグループの曲をやってみたい。そう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 、大変だよね絶対。やりたい。 STU の曲もいいんですけどちょっと久しぶりに違うグループさんの曲をやってみたいかもしれない。たまにはね。でもね最近聞いてないんですよねあんまり曲自体を。あー四国公園、そうだ四国公園だね、懐かしい。ポニーテールとかやったわ。メイビーそう鼻だれ覚えなきゃ、覚えてすらないのに。 HKT さんの新曲とかめっちゃ好き。 B さん あーそう横浜結構他のホルテッドグループさんいますよね。キュンヒュン、もう覚えてない46系の曲。あー乃木坂さんが新曲出してたの見た。懐かしい。なんかでも最近ねあんまりねアイドルの曲聴いてない。そもそもなんか最近音楽を聴いてないかもしれない。あでもそれ言ったら夏の好きはご友人めっちゃ 夏曲だわ。サマータイムドゥドゥドゥサマーラーブ、そうそうそう、サマなんだっけ、ドゥ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 サマータイム。ああ、多いんだ。まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんで。なんかロックに歌ってって言われたんですよ。だから、レコーディングの時ロックに歌った。でも公演曲で新曲嬉しい。衣装バリ可愛い。サマータイム。だってロックに歌えって言われたんだもん。演歌じゃないもんロックだもん。ね、でも歌詞すごくない？なんかさキスしたら歯と歯がぶつかってハッとしたんだよみたいな。いやん。2番のさ歌詞がさちょっとさすごいなんか恥ずかしいんですよ。なんかあキスしたら歯と歯がぶつかってなんかハッとしたんだみたいな歌詞なんですよ。え、そう、好き。そういうの好き。ちょっと音え。ちょっと、なんだっけ。ちゃんと準備してたの。完璧にしたのに。あれ、ポンコツだね。めっちゃ可愛くないですか？めっちゃ好きなんですよ。あ、やっぱりエリナとやっとった？かわいいんですね、今の歌詞が。そんな、歯と歯がぶつかってハッとする。やだと想像してしまった。そういう歌詞大好き。え、演歌じゃない。ロック不意の
キスは意味不明、なんだっけ、気づいたらしてた、どっちの方からしたか覚えてない、なんかハートはぶつかってハッとしたんだよ、ちゃんと準備してたら完璧にしたのに、あーポンコツだね。めっちゃ可愛い歌詞、めっちゃ可愛い歌詞。歌わり分かった？歌わり可愛い、え可愛いじゃろ。もうどっちが どっちからキスしたかも分からんって、もう情熱的普通分からん、分からんけど、もうどっちのどっちからキスしたか分からんなんて、なんて情熱的なキスをしてるんだもうそんな止まらんあ、私からミシルボーイさんキラキラありがとうえ、めっちゃ好きだよね。しかもさ、一番だったらさ、なんかさ、なんかこんなやつ好きじゃねえよみたいな感じの歌詞なんですよ。なんかなのに2番めっちゃ情熱的なキスしてるんですよめっちゃ可愛い、めっちゃ少女漫画めっちゃ好きえ、ちょ歌詞聞いてるし、ね、やっぱ歌詞いいよね。そう、妄想が広がってしまう。そう、まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけどきっと呼んでも来ないんだろうみたいな、なんかそんなこと言ってるくせに2番でキスしてるの。しかも歯と歯がぶつかるって、なんかどっちからチューしたかも分からんぐらいの情熱的なチューをしてるんですよ。やばいよねやばいよね、少女漫画だ。そうそうそう、存在いかん半端ねえとか、だから多分なんだろう、なんかちょっと ヤンキーチックの男の子がなんかちょっとなんかあいつなんか別に好きじゃないしみたいな、なんか言ってるけど結局両思いでチューすんの。やばい、まあ読みたいそんな漫画そうそう、そんな感じじゃない多分え、りねちゃんも同じこと言ったな、そんな感じじゃない？こいつなんか別に好きじゃねえよ、なんだこいつみたいな感じなのにね、ちょっとめっちゃ濃厚なチューしてるのがちょっと妄想しちゃう。なんかそんな感じじゃない？え、少女漫画好きなんですよね。少女漫画、少女なんかそういうの好きなんですよね。キュンキュンしたい。だって歯と歯がぶつかってはっみたいな。大サビなんだっけ。理屈じゃないもっと本能的な目に見えないフェロモンってやつとフェロモンとか言ってんの、やばいよねフェロモンだって、フェロモンってやつ、フェロモンってやつ、フェロモンってやつ、はあ、楽しみ。じゃあ私はどういう、どうしよう、ちょロックな顔でやればいいんかな。え、どの歌、多分男の子の歌よねってことは、私はあのそのなんか別にこいつなんか好きじゃねえよみたいな男の子の顔で歌えばいいのかなごきげんよう、お酒飲んでまだ未成年です別にこいつなんか好きじゃねえよみたいな顔してえ、2番どうしたらいい、え、2番はなんかもう好きだみたいな顔で踊ればいい作詞、え、できんえ、1番はなんかはっこいつなんか好きじゃねえよみたいなえ2番はなんかもう好きだみたいなこれでやればいいんかな。なるほど情熱的にやればいいちょっと待って、やばい、そうお風呂入らなきゃいいちゃんタコありがとう。え、多分男の子の歌じゃない、なんか多分え、女の子の歌なのかな、どっち
あー面倒だーとか言ってるけど多分男の子だと思う。え、男、なんか AKB 系列さんの歌ってなんか大体男目線みたいなのをなんかテレビで見たことがある気がする。そう、そう、1番と2番の間に何があったのか気になる。なんからしい男の子目線の曲が多いんだって、なんかテレビで見た。だら、え、見てない、見てない、見てない。最近 Amazon プライムで市役所っていうドラマ見てます。最近は、最近あんま見てらんな、ドラマ、恋愛なんか変なドラマしか、なんかもうそう、なんか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 ホラー系のドラマしか見ない。最近、最近恋愛系見てない、見てない。そう、最後好きって言ったの。そうよ、見よっかな。そうそうそう、 TOKIO の TOKIO さんが出てるやつ。あー系で、でもやっぱ私はなんかあのインドネシアのホラーの映画が面白いんですよね。ちょっと題名わからん。カンニング映画もうね、もう見終わった。韓国ドラマね全然見てない。見ようかな、あのなんだっけ、六本木クラブみたいな、あれもちょっと見てみた、さもありつつ。そう、見てない。最近なんか思考変わってさ、なんかちょっと前まではさ、なんかアメリカの恋愛映画見てたんですよにハマってて、なんかアメリカの恋愛映画ばっか見てたんですけど、なんか最近はなんかもうなんかインドネシア系かベトナム系のなんかホラー映画ばっかり見てる。ホラー映画とかドラマとか、アラポクラス違う、アラポンギクラスだとかちょっと気になりつつ、まだ見てない。ハマってた、でも全然最近見てない。みまちつつちゃんね途中まで見たんですよね。しかもなんか結構いいとこで、うん、なんか見てもどこから見ればいいか分からなくなっちゃった。あ、待って、ちょっとお風呂入ろう、終わろう、ちょっともう頭が帽子ずっとかぶってるから臭くなりそう。なんか東南アジアのホラー映画の方がなんかでもちょっとなんかね、ほわーみたいな、なんか映像にほわーってなってるからちょっと怖い個人的に。お風呂入る。お風呂入る。寝る、眠い。男女読みます。いきなり読みます。13位、いっちゃん、ありがとう。12位、のくさん、ありがとう。11位、ミシェル・ボーイさん、ありがとう。10位、リンコに愛してるの10、ありがとう。9位、ズナナゴ、アットマーク、本通りの女好き、ありがとう。じゃあよ。8位、サタンさん、ありがとう。7位、ドン、アットマーク、台湾、シェイシェイ。6位、レオさん、ありがとう。5位、ポポさん、ありがとう。4位、アルホートさん、ありがとう。3位、カズノシンさん、ありがとう。そして2位、ヨスベさん、ありがとう。そして1位はユサナコさん、ありがとう。ありがとう。じゃあおやすみなさい。寝ます。バイバーイ。あれ、なんかいつも触ろうとしたら固まるの、なんなん。終わります。おやすみなさい。ありがとうございました。きれん。おやすみなさい。お風呂入るよ、当たり前じゃん。おやすみなさい。